ブラックパワーサリュート、ブラックパワーサリュート、A、ザ・ブラックパワーサリュートは、アメリカ公民権運動で、黒人、アフリカ系アメリカ人たちが行った、拳を高く掲げ黒人差別に抗議する、G 行為である。1968年メキシコシティオリンピックにおいて、アフリカ系アメリカ人選手のトミー・スミスとジョン・カーロスが、行った、ブラックパワーサリュートは、 近代オリンピックの歴史において、最も有名な政治行為として知られる。男子200メートル競争が終了した1968年10月17日、夕国、アメリカ人選手で19秒83の世界記録で、優勝したトミー・スミス、オーストラリア人で20秒06の記録で2位の、ピーター・ノーマン、20秒10で3位につけた、アメリカ人、ジョン・カーロスのメダリスト3人は、 メダル授与のため表彰台に向かった。二人のアフリカ系アメリカ人選手は黒人の貧困を象徴するため、シューズを履かず黒いソックスを履いてメダルを受け取った。さらにスミスは黒人のプライドを象徴する黒いスカーフを首にまとい、カーロスはクークラックスクランなどの白人市場主義団体による臨調を受けた人々を記念するため、ロザリオを身につけていた。一方で、 ノーマンも他の二人に同調三人でオリンピックプロジェクト4ヒューマンライツ略称ローアのバッジを着用した。カーロスは当初身につける予定だった自分の黒グローブを忘れたがノーマンがスミスのグローブを二人で分かち合うよう提案しスミスが右の手袋をカーロスが左の手袋をつけることになった。そしてアメリカ国家が演奏され正常期形容されている真中 スミスとカーロスは目線を下に外し頭を垂れ高々と握り拳を突き上げた会場の観客からはブーイングが巻き起こりこの時の様子は世界中のニュースで取り上げられた後にスミスはもし私が勝利しただけなら私はアメリカ国人ではなく一人のアメリカ人であるのですしかしもし仮に私が何か悪いことをすれば たちまち、皆は私をニグロであると言い放つでしょう。私たちは黒人であり、黒人であることに誇りを持っている。アメリカ黒人は、将来私たちが今夜したことが何だったのかを理解すことになるでしょう。とこの時のことを語っている。国際オリンピック委員会、IOC 会長のアベリー・ブランデージは、オリンピックにおいて内政問題に関する、 政治的パフォーマンスを行うことは、非政治的で、国際な場としてのオリンピックという前提に、相反すると考えていた。メダル授与式における彼らの自行為に即座に反応して、ブランデージは、スミスとカーロスを、アメリカナショナルチームから、除名、オリンピック村から追放するを命令を下した。アメリカオリンピック委員会はこれを一度は拒否したものの、IOC が、 アメリカナショナルチーム全体の追放をちらつかせたため命令を受け入れスミスとカーロスは出場停止となりオリンピックから追放されるに至った IOC の広報官は二人の自由行為がオリンピック精神の基本原理に対する計画的で暴力的な違反あったと述べたスミスとカーロスは事件後長い間アメリカスポーツ界から事実上追放され さらに彼らの自由行為に対する批判にさらされた。ロサンゼルスタイムズは、ナチス風、ナチライク敬礼、と非難し、タイムは、オリンピックの標語、より早く、より高く、より強くをもじって、よりいまいましく,く、より汚く、より醜くのフレーズを五輪のロゴと共に掲載した。彼らは帰国後、アメリカ国内中から、非難、中傷され、家族にも脅迫文が、 何通りも届けられた。帰国後のスミスは陸上競技を続けるとともに黒人の権利獲得への運動を続けた。オリンピック後、アメリカンフットボールチームのシンシナティベンガルズに入団した後、オーバリン大学の体育学助教授に着任。1995年にはバルセロナ世界室内陸上選手権のアメリカナショナルチーム補助コーチに就任した。 1999年スポーツマンミレニアム賞を受賞した。現在は講演家となっている。カーロスもまたスミスと似た経歴を歩んだ。はじめは陸上競技を続け、オリンピック翌年の1969年には男子100メートルの世界記録に並ぶ記録を打ち立てた。1970年にはこれまたアメリカンフットボールチームのフィラデルフィアイーグルスに 入団したが、膝の怪我で1年で退団し、後にカナディアンフットボールリーグでプレーした。若くして、競技生活から引退、1977年には、妻が自殺するなど、1970年代後半期には、不遇な時を過ごした。1985年からは、パームスプリングスの学校で陸上のコーチに就任し、現在に至っている。一方で、 スミスとカーロスに同調したオーストラリア人ピーター・ノーマンは同僚選手から批判され地元のオーストラリアメディアからも厄介物扱いされた。1972年のミュンヘンオリンピックにあたっては予選会で3位の好成績を残したにもかかわらず代表に選ばれなかった。その後も競技生活を続けたものの1985年に痛めたアキレス腱がエッソし、 足を切断する寸前まで症状が悪化した。また、鬱つとアルコール使用障害がノーマンを苦しめた。2006年10月3日に死去。葬儀では、スミスとカーロスが、棺側付き添い人を務めた。2005年、カリフォルニア州立大学さんのゼコーは卒業生である、スミスとカーロスの抗議行動を称賛し、20フィートの銅像を混流している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。